この時間はゲストの方にお電話でお話を伺います。内藤証券投資調査部シニアアナリストの浅井陽三さんです。浅井さん、こんにちは。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。先日は神戸でお世話になりました。大変ありがとうございました。ありがとうございました。ご挨拶させていただきました。ありがとうございました。いえ、こちらこそ。久しぶりにお会いできて嬉しかったです。そうですね、本当にもう、はい、あのストックベース のなんて言いますか、私東京いましたから懐かしい方々とお会いできて本当に嬉しかったですね。はい、嬉しかったですね。はい、それでは早速ですが、今週のお話を伺っていきたいと思いますが、今日の相場はどうですか。また33,753円、だいたい覚えましたけど、抜けそうで抜けないですね。そうですね、やはりどうでしょう、ハイペースな上昇だったので、やっぱりどうしてもその戻り高値近辺といいますか、大きなこう節目ではやっぱり利益確定しておこうという動きが結構出てきてるんだとは思いますね。かなりちょっと売り買い工作になってますけども、はい、まあ、その割には現時点では非常に底堅いかなという感じですを受けますね。そうですね、そんなに下げる相場でもないと思うんですけどね。確かにね。そうなんですね、うん、まあ、下げる積極的な理由も特になくといいますか、はい、そういった相場ですので、うん、はい、それでは今週のお話をお願いいたします。はい、まずはアメリカからでしょうか。そうですね、今日はまあ代表的な指数、まあ、日本のトピックスのような指数ですけども、うん、SP500 指数の動きですけれども、はい、まあ、大体同じような動きですが、うん、まあ、10月安値からはこちらの方も急反発してまして、4週連続で、まあ、ずっと上昇してきたということで、7月の戻り高値に接近してきております。まあ、こちらの方もまあ7月末の高値接近ということで、多少ちょっと売り買い交錯してますけども、非常にまあ堅調な動きは続いているということは言えるかと思います。これはまあ東京市場と一緒ですね。はい、うん、で日足で見ましてもご覧の通りで、窓を開けて上へ離れるという非常に強い動きになってまして、その後もじり高歩調が続いているという状況です。まあ、多少は渋みはするでしょうけども、まだこの動きでいきますと、まだ一段高を狙える形かなというふうに思います。で、まあ、何回かちょっと見ていただいておりますけども、 FRB、ECB、日銀の資産推移ということで、まあ、どれだけその中央銀行が、まあ、お金をこう、うん、まあ、なんて言いますか、流し、はい、出しているかといいますか、うん、そういったの動きを見たものですけれども、はい、まあ、ご覧の通り FRB と ECB は順調に資産を縮小してまして、まあ、引き締め、継続という形になっておりますけれども、日銀の方は、まあ、引き続き高水準という形になっています。まあ、ですので、まあ、今後ですね、やはり日銀の動きが非常に、まあ、注目されるわけであります。次の消費者物価指数の動き、国内企業物価指数ですね、動き見ますと、まあ、青い方の企業物価指数の方は、まあ、原材料費が価格大きく、まあ、下落してきたというところもありまして、10月は 1.5 ポイント低下の 0.8% の上昇という形で、非常に、まあ、低下し、インフレ率縮小してきましたけれども、はい、一方、まあ、消費者物価指数の方は 2.9%、 前年同月比 2.9% プラスということで、4ヶ月ぶりに伸び率が拡大しました。まあ、前年に政府の全国旅行支援の影響なんかで宿泊料が、まあ、抑えられていて反動というのもあったんですけれども、まあ、それでも何て言いますか、企業の価格転嫁がまあ継続しているような形でですね、まあ、そこそこ物価上昇、何て言いますか、今後まあ物価がまあなかなかちょっと下がりにくくなるんじゃないかというふうな、まあ、見方がまあ強まっていると言いますか、という消費者の中でも広がっているということが言えるかと思います。はい、うん、まあ、そういった中で、まあ、日銀が今後どうしていくか、やっぱりちょっと緩和解除にまあ進んでいかざるを得なくなってくるんじゃないかという形にはなってきます。まあ、そういったこともありまして、円相場の方は直近ではですね、アメリカの金利の打ち止め観測もあって、日銀の金融政策が注目されるわけですけども、円高方向に一旦ぶれました。はい、147円台まで入りましたけども、149円台とかまで、まあ、戻し、まあ、円安方向にまた戻ってきたという状況であります。まあ、大きくですね、円高にもちょっと触れにくいとは思います。まだ日銀の方は、まあ、緩和 の方針、変更して、大きくは変更しておりませんので、まあ、大幅に円高転換というのもちょっと考えにくいかなという状況にはあります。はい、から一方、ちょっと注目されるのが商品市況の方なんですけれども、原油価格の方はちょっと軟調な動きが続いているんですけれども、
どう先物相場がちょっと一段とちょっと出直りつつあるという状況で、アメリカの利上げ停止観測とかも背景にあるでしょうし、中国の経済対策期待、これは効果出るかどうかというのは問題あるんですけども、そういったところもちょっと見ながらですね、ちょっと出直りつつあるという状況にあります。はい、中国の方はですね、今日もちょっと株の方がちょっと軟調ですけれども、不動産業界を救済すれば、金融リスクが高まるんじゃないかという見方もあって、ちょっと今日もあまり強くはないと、小幅安ということになっています。でバルチック海運指数、先ほどお話しされてましたけれども、こちらの方が上昇しています。中東情勢の緊迫化などもあります。それから先ほどのアメリカの利上げ停止とかですね、中国の政策期待も転換期待もあるということですね。これなんかの動きはちょっと注目されるところであります。物色なんかにも影響してくるということですね。それから日経株価の週足ですけれども、こちらの方は13週26週線3万2000円台真ん中あたりにかけて、そういったところがちょっと下支えになってくるかなと、週足ベースで見ますとですね、こちらの方が右上がりに、ずっとこう動いてきているということで、高値つかけましたけども、多少利益確定をこなして、このあたりで、堅調な推移がつくかどうかというところです。日足の方も、ご覧の通りで、利益確定をこなす動きなので、若干ちょっと上昇ペースは鈍ってきてますけども、それでもなかなか下がらないと、大きくは下がらないという形で、こちらも25日線、75日線でいきますと、3万2000円台の前半という形で、これはだんだんこう短期的に結構早いピッチペースで25日線なんか上がってきますので、そのあたりをちょっと下値目処とする形で、値固めという形になってきます。バブル期以降のトピックスを見ますと、ご覧の通りで、コロナ後の20年3月からの出直り局面、21年9月2118ポイントまで、これを22年3月の1758ポイントに加えますと、だいたい2640ポイントになるんですけども、この場合、例えばこれを上値目処とすればですね、NT 倍率14倍ぐらい、今14倍ぐらいですので、3万7000あたりという形になってきます。からもう一つ注目点は需給動向で、海外投資家の現物売買動向は海外投資家4週連続買い越しで、4週で現物で5580億円ぐらい、買い越しました。先物で1兆加えますと1兆7700億ぐらいですかになってまいります。3週間では現先合計で2兆3700億ぐらいの買い越しという形で、こういった形で外人買い引き続き継続という形で、なってます。はい、信託銀行の売り越しも一旦ちょっとこう縮小した感じになってまいりました。右の方の緑色のグラフですね。あとちょっとコメントで書いてますけど、事業法人は引き続き自社株買いので7週連続の買い越しになってます。それからこちらの方、予想 EPS は引き続き、なんて言いますか、最高水準まで上がってきてという形になってきてます。決算発表が一巡しましたので、しばらくこの辺りで推移するかと思います。予想 PR は15倍台割れという水準でありまして、一時と比べますと割安感はあるということが言えるかと思います。あと業績の方なんですけれども、笠置機械受注額なんか先行設備投資の先行指標の受注額を見ますと、アメリカなどでですね、利上げ影響とか中国の不調の影響までずっとこう減少してきたんですけど、減少傾向が続いてきたんですけども、 EV とか航空機向けは好調です。で前年同月比の増減率を見ますと、ほぼボトム圏近辺にはいるのかな、マイナス 20.6% ということでですね、というふうな見方もできるかと思います。あと市場内指標、プライム市場の騰落レシオは 110% ということで、最近は 140%、30% と高い数字になったこと来ることが多いんですけども、そこまでは行ってないわけで、過熱感、特段の過熱感は見られないかなというふうな形です。業種別の株価指数の動きはご覧の通りで、内需系はサービスとかちょっと出直りつつありますけども、ちょっと下向きの相対的に弱い動き、そしてもう一枚外需系の方は、それ卸売がちょっと下向いてますけども、素材系の非鉄鉄鋼、それから機械電気、衛生機器はちょっと円高にぶれた影響でちょっと一旦弱くなりました。というところで、今日の銘柄なんですけど、年初来高値更新銘柄、今の動きをつかもうということで、ピックアップしております。直近3日間の分ですね、上昇率は 60% 以下、 PR がちょっと切って22倍未満、
あまり高すぎてもなんなんで、まあ、業績が、まあ、好転してきたりですね、拡大した場合にですね、割安感が出るような銘柄をピックアップしています、はい。まあ、ご覧の通り、一号ヒューリックというのは不動産系ですね。一号というのは商業施設とかオフィス、ホテルなどのリノベーションで、まあ、売却して収益を上げるというビジネスモデルですけども、まあ、そういった不動産関係なんかも出ています。あとは化学なんか出てますね。やっぱり出直り初期段階の銘柄というと旭化成でありますとか三菱ガス化学、三井化学、まあ、電子材料とか EV 向けの樹脂材料とかも旭化成なんかやってますし、セパレーターとかですね、まあ、そういったところ化学とか結構材料豊富なんで、株価ちょっと中国の影響で、素材、汎用のですね、石化製品とかがかなり想定を下回って業績悪くなりましたけども、銘柄多いですけども、まあ、化学会社なんかもちょっと引き続き注目したいなと思います。それから赤字のところは最高益更新予想銘柄であります。JCU こちらの方はプリント配線板とか電子部品向け、それから自動車部品向けのメッキ用薬品の会社でありまして、こちらの方は足元業績は悪くなってますけど今後の回復に期待したいところ。三井金属非鉄会社ですけども、こちらの方も自動車関連部品なんかが回復してきています。2枚目いきまして、ドーワホールディングス、こちらも非鉄金属ですけれども、非鉄製錬のが主力ですけれども、電子材料とか環境リサイクル事業なんかに注力しておりまして、まあ、電子材料がまあ結構シェアの高いものを持ってますし、都市鉱山といわれるところの、まあ、リサイクル部品とかから、まあ、金とかですね、そういったレアメダルとかを抽出するというふうな技術に長けております。SWCC は昭和電線電缆ですね、前の、投下資本利益率を経営指標に、まあ、改革を進めてまして、24年3月期は33年ぶり最高益見通しということで、 EV 向けの充電器とかもやってます。取締製作所、こちらの方ですね、こちらの方インフラ向けの大型高圧ポンプの大手なんですけれども、エジプトの大規模灌漑施設向けをこの前々期とか受注しまして、かなり今、まあ一応最高水準の受注高を獲得したんですけども、今期はですね、反動源の前期890億円に対して700億円を見込んでいたんですけれども、今期もですね、上期アルジェリアとかモロッコなど北アフリカでは活発な受注が続きまして、上期受注高が、まあ、前期並みに迫る450億円に拡大しているということで、過去最高ペースで推移しておりまして、まあ、引き続き注目したいと思います。あと西松屋チェーンとかですね、島村とか出てますが、こちら秋冬物が、まあ、11月の月次売上高でですね、西松屋チェーンが前年度月次で 7.8% 増ということで、はい、浅井さん、時間が来たようです。はい、すいません、ありがとうございました。どうもありがとうございました。失礼いたします。